はい、皆さんこんにちは。始まってますよ。はい、見てる方。こんにちは。はい、アキラのタロットカフェの時間ですね。やってまいりました。本来は今日はですね、海の日ということなので、本来であれば、いわゆる旗日祝日にあたるので、タロットカフェもお休みっていうですね、ことのはずだったんですが、やろうかというですね、ことで、プロデューサー いつからかプロデューサーと呼ばれるようになってですね、プロデューサーの方とお話を誰が呼んだ、僕が最初ぐらいかもしれない、プロデューサーの方とお話をしてですね、じゃあやろうかということで、このような形でですね、タロットカフェというのを今週も、やらせていただくということになりました。1時間ぐらいですね、の配信になるかと思いますが、どうかよろしくお願いします。本日のゲストですね、当初、告知していた方とちょっと実は違うんですけども、隣に素敵な女性が、多分皆さんこれ見てる方はですね、映っているんじゃないかなというふうに思うんですが、増田あゆ子さんですね。はい、よろしくお願いします。はい、まずどうですか、こういうの見た感じ。初めてじゃない、初めてですか。初めてです。あ、本当ですか。はい、あ、じゃあこういうセットとか見たのも、セット初めてで、なんか手作りばっかりですごいなと。ああ、すごいなと思いました。うん、そうですね、これご覧の皆さんですね、手作りっていうのちょっとわからないかもしれないんですが、興味のある方はぜひですね、スタジオにですね、来ていただけたらななんて、今日はちょっと難しいけど、また毎週ですね、月曜日やっておりますので、ぜひですね、ご興味のある方はと思います。こちらですね、今日ちょっといろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まず、このユーストリームですね、見るの初めてだよっていう方も、いらっしゃると思いますので、ちょっとですね、説明をさせていただきます。こちら今現在ですね、静岡県の、焼津市というところから配信をしております。なので東京の方とかですね、そういう方はちょっと見に来るの、スタジオに来るのはちょっと難しいかなと思うんですけども、焼津市のですね、本当に駅から、JR 焼津駅から歩いて本当にすぐのところからですね、配信をしております。毎週月曜日ということで、今日結構見に来てる方がいっぱい実はですね、いらっしゃるんですけども、Facebook の方でですね、イベントを立ち上げさせていただいて、それでですね、やるよということで、告知をしていましたので、結構集まっているのかなというのと、あと海の日ということかなというふうに思います。ユーストリームというですね、動画配信サイトというかソフトというかですね、を使って、おります。現在ですね、リアルタイムで、ですね、今だいたい16時40分ぐらいですか、リアルタイムでですね、これは、世界に配信です。日本だけじゃなくて、そうなんです、世界に配信されて、おります。で、ご覧の方ですね、もしよかったらですね、タイムラインの方にですね、コメントを入れていただけたらなというふうに思います。ユーストリームの ID 持ってる方はもう問題なくコメント入れられますし、あとツイッターですね、それからフェイスブック、ミクシー、あとマイプレイスとかですね、あと何かあったかな、特にその辺ですね、を ID 持ってる方はそちらからですね、ログインしていただいて、コメントをですね、残すこともできます。読めるものは読めるし、ちょっと追えないものは難しいかなというふうに思うんですが、どうかよろしくお願いします。はい、早速ですね、こういう感じでですね、はい、これがタイムラインというふうに言います。さっき言ったこのユーストリーム、Facebookツイッターとですね、これマイプレイスっていうですね、SNS があるんですけども、あとミクシーと、これのどれかでですね、ログインをするとですね、こういうふうに書き込みができると、ここで選べるんですね。で、例えば、アキラのタロットカフェ、ただいま、っていうふうに入れるとですね、今ちょっと起動中なんですけども、はい、こういうふうにですね、はい、すごいこれで、この僕の、ユーストリームの ID とか Facebook、Twitter、Mixi のところにこれが流れていると
はい、でこれを見た人がですね、あなんかやってるのかなっていうふうにですね、うん、来る人もいたりとかいなかったりとかというですね、うん、ことです。はい、あどうもトールさんありがとうございます。この犬のですね、アイコンの、はい、トール上田っていうですね、うん、あのキャーアキラさんハートって本当男ですからねそうなんですね、そうなんです、はい、うん、あのこの人もユーストリームこういう配信をする方でですね、あのですね、毎月第3火曜日だったんですかね、うん、夜にですね、犬汁って聞いたことありますか。聞いたことないです。聞いたことないですか。聞いたことないです、はい、あの音楽番組なんですが、うんうん、ジルさんというですね、まあ、あのギター弾き語りの歌手の方がいるんですけども、うん、その人とこの、トールさん、犬じゃないんで、うん、本当は犬じゃないんですけどこの人の飼い犬、のですね、チョコちゃんっていう、まあ、トールさんという人がですね、うんうん、2人でやっている、番組で、ですねやってる方なんですけど、こうやって見に来てくださって、うん、いるというですね、うん、まあ、よく知っている人が、うん、来たりとかですね、うん、あのこんな感じで、まあ、やり取りをですね、してまあ、こういうふうに書いてくれたら答えたりとかっていう、うん、またこれがちょっとラジオだとお便りとかですね、うんうんうん、まあ、最近はメールとかですね、うん、そんなのが使われるようになってきたんですけど、うんうん、まあ、こんなやり取りをやるような番組ということでですね、うん、はい、なんですけども、うん、ユーストリームっていうのは増田さんは知ってますか。知らないです。あ、聞いたことあるんですけど、はいはい、分かんない、分かんない。あ、はいはい、こうやってパソコンとですね、うん、今こちらにカメラがですね、あと回ってるか分かんないけど、あっちにビデオカメラがですね、うん、あるんですけど、待ってる待ってるんだそうですでですね、うん、それで、まあ、インターネットのですね、高速インターネットの環境を使えれば、うんうん、もうこうやって配信ができるっていうですね、うん、まあ、これがまさに今出ているという、うんうん、あのそういう感じのですね、やつなんですね、うんうん、なのでもうパソコンとか、あと iPhone でもこれできるんですよ。あ、そうなんですか。はい、こうやって iPhone 持って喋って、ですね、いうこともできるというですね、うん、うん、ですごくすごくこうこうやって見に来てくれる方もいたりとかですね、うんうん、はい、あとこの、このウェブサクセスっていう方なんですけど、加藤さんという方ですね、大井明さんってですね、はい、あの高校の先輩なんですけどそうなんですよ、高校の先輩なんですけど、ですね、あと、あ、どうも加藤さん申し遅れました、はい、ありがとうございます、あと鹿さん、栗田鹿さんですね、はい、どうもありがとうございます、見てくださってると。鹿さん今日ですね、この番組じゃないんだけどもう知ってますかね、今日森一馬さんも出るんだったですね、阿部さん別番組、まあ、あのこのハバキットさんというですね、ユーストリームのところから、見ていただくとなんですけども、6時半以降ですかね、森一馬さんも来るんじゃないかなと思うので、僕出てるかどうか分かんないけど、よかったらご覧くださいということでですね、はい、じゃ あ, あの、まあ、番組の、まあ、宣伝というか内容についてはちょっとまたこの辺にしときまして、うん、今日はちょっといろいろお聞きしたいことがあると思いますので、はいはい、まずちょっと簡単に自己紹介、あの増田さん初めてっていう方もですね、多分いらっしゃると思いますので、はい、はい、なんか自己紹介、まあ、お名前、出身とかなんか何でもいい、はい、好きな食べ物でもいいし、はい、増田あゆ子です。どあそこ、あ、そうそう、あちらです、はい。よろしくお願いします。住んでるところは焼津市の大井川寄りの方に住んでます。はい。大井川寄りの方、大井川寄りの方に住んでて、はい、仕事は福祉関係の仕事をしています。はい。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっといろいろ。すいません。まずですね、まあ僕自身ですね、この今こちらスタジオハバキット。いつしかスタジオってつくようになっちゃったんですけども、うん、スタジオハバキットのですね、この青木さん、僕はよく、僕今ちょうどごっちゃになっちゃってるんですけど、なんとさんっていうですね、ツイッターの ID がなんとっていう名前なんですよ。で、まあ青木さんじゃないですか、うんうん、で、もともとはこういう動画配信のですね、ツイートキャスティングっていう
お聞きしたかもしれないんですけど、そういう動画配信のやっぱりこういうのがあるんですよ。で、そこでですね、別の方がこうやって番組をやっていて、そこで僕がこうやってこんにちはみたいなのを書いて、で青木さんも書いてて、そこでこう横のつながりが、例えばここのさっきの犬の人とか、この高校の先輩加藤さんとかですね、あとちかさんってこういうふうに並ぶじゃないですか、で、これを見てるんですね、この方たちも、そこでこの横の例えばちか、さんとこの加藤さんがですね、こんにちはってお互い挨拶したりとかっていうことも、顔見知りだったりとかそうじゃない人もですね、そんなやり取りとかのですね、僕ら静岡スタイルってこれ呼んでたんですけども、実は、結構そういうの嫌う人もいるんですけども、僕らどんどんやってったんですけど、そこで知り合ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、青木さんとはですね、もういろんな人にいろんなところで何回も言ってるんですけど、もともと増田さんは青木さんとの関係はどういう、あれですか。私が名刺を作る時にお願いしたんですよ。お願いした、はい、ああ名刺を、そう名刺を、はいはい、そう、あそんなあそこからそこからなんですね、はいはい、でもどうですか、名刺屋さんってイメージ、ここに来たわけですよね。そう、ここに来て、はい、で、あのお願いするっていう感じよりは、うん、自分がこうしたいっていうのがすごい強くあったもんだから、はい、1回だけじゃなくて何回もこう来て、はい、で作ってもらって、やっぱここはこの色がいいなっていう感じで、はい、何回かこう来て、はい、でも本当に自分が作りたいデザインにすごい作ってもらって、はい、なんかそういうのをこうやり取りできる感じだったので、すごい良かったです。あ、なんかいろいろ知ってますよね、こうなんかこうなんていうんですか、とっつきやすいというか、ですね、あの、ぜひあのこれ見てる方もですね、青木さんに会いに来ていただけたら、登場しちゃってもいいんですけど、まあ、かそれは本人に、ご意思を尊重して、あ、くるくる来ます、あ、来ないなあ、お茶を取っただけ、はい、で、それからはじゃあずっと名刺はでも1回作って、はいはい、2回作ったんですかね。あ、はい、うん、はい、それからまだいっぱい残ってるんで、ああ、じゃあまだそんなに知り合って経ってない、1年ぐらい、あ、1年ぐらいじゃ、1年ぐらいですかね、はい、はい、でもなんか名刺以外に、あの、この前サンバのどこでした、ブラジルフレッシュのとこに行きました、はい、あ、そうなんですか、そうなんですかっていうか、行きましたもんね、そう、行ったりして、忘れたわけじゃなくて、結構ごく、ま、数月でこれなんですけど、はい、そうですよね、はいはい、で、そうなんですよ、実はですね、皆さんどうもありがとうございます、今こうやってパパパってですね、このハバキットさんっていうのはこちらの品方なんですけど、青木さんですね、なんですけども、はい、あの太田さんからご紹介いただきました、ありがとうございますということで、栗田千佳さんという方がですね、あの前に別の歌手の方がゲストに来てた時にですね、来てくださって、あのこうやってパソコン上でですね、来てくださって、ですね、それで、何回かこのタロットカフェにもこうやって遊びに来てくださるような、方なんですけども、そう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 なんですよ、でですね、お仕事は介護関係、はい、そうです、障害者のデイサービスで働いてるんですよ。あ、そうなんですか、はい、そう、あ、じゃあもうそれは結構長く、はい、今施設に入ったのは、二十歳の時に入ったんですけど、はいはい、はい、まあ、それからちょっとやめて、大阪の方でショップの店員をしてたんですよ、はい、ショップの店員っていうとどんなショップですか、アメリ、なんだっけ、アメリカン、アメリカン なんていうのジュエリーって言うんですか、アメリカンジュエリー、ジュエリー、あの、はい、石、はい、アメリカンがつくんですか、アメリカンジュエリーで なんだっけ、なんだっけ、アメアメリカン、あの何、あのトルコとかトルコ石とかってよく言います、インディアンジュエリー、インディアンジュエリーってのがあるんですか、インディアンジュエリーと革の小物、はい、はい、ああ、いわゆる雑貨というか、そういう、そうですね、うーん、がすごい好きで、はいはい、そのお店で働きたくって
て、何も決めずに行きました。何も決めずにそのお店で働きたい、働きたくって、はい、アパートも決めて、そこに飛び込みで行きました、お店に、あそこ行って働かせてくださいって、働かせてくださいって、はいはい、そう行きました。すごいですね、なんか、うん、でもダメだったんですよ、募集してないって言われたんですけど、はい、もうアパートも決めちゃってるし、はい、働くしかないんです、はい、みたいな感じで、はい、言って、はいはい、まあ面白いなみたいな感じで、はいはい、すごいですね、なんか自分まず崖っぷちに追い込んでなんかやりたいっていうか、はい、行きたいとかっていうことがあったら、はい、結構行くタイプです。ああはい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 、うんうん、すごいですね、うん、あのこうなんかなん走りながら考える感じの、考えずに走っちゃうみたいなタイプ考えずに走っちゃうって分だけど、はいはい、意外とそういう時は勢いもあるんで、うん、思い通りになっちゃうんですよね。はいはいはい、そう、うん、あじゃあ結構即決型じゃないですか。やりたいって思ったら行きますね。はいはい、あ、うん、あじゃあ介護とかそういうのもやりたいって。なんかそれはあの高校が吉田高校の福祉科で、うん、あはいはい、なんか福祉とかやっぱ人が好きなんですよね、基本的に、うん、福祉の仕事がすごい大好きっていうのもあって入ったんですけど、はい、まあ、その時は若かったので、はい、なんかこうもっとこう田舎じゃなくてもっと都会に出たいなみたいな感じで、はいはい、好きなことをやりたいっていう感じで行ったんですけど、はい、なんかまあ戻ってきて、うん、今はまた同じところで、はい、あの働きたいとは思ってなかったんですけど、はい、なんかいろいろ偶然が重なって今また同じ場所に戻ったんですよ。あ、偶然ってことは誰かの紹介じゃないけど、そう、なんかね、そういう人と人とのつながりとか、そういうわけですよね。その施設長さんとたまたまジャスコで会って、はい、もう何年ぶりかに会ってはいはい、はい、で、あの何、うん、久しぶりみたいな、でたまたま私もその人の夢を何日か前に見てたんですよ、うん、はいはい、あそう、はい、で、はい、見てて、でその人もたまたま人が足りなくって私のことを思い出してたっていうんですよ、はいはい、なんか来てくれたらいいなみたいな、でも、はい、私は大阪に行ってて帰ってきたこと言ってなかったので、あのお互いこう思ってたみたいな感じ、はいはい、でそれでジャスコで会って、ちょっと、はい、来てほしいんだけど、うん、みたいな、はい、とこから、うん、ああすごいな、はい、夢で見たしみたいな感じで、はいはい、なんかトントン拍子に行って今それで6年目ぐらいですね、はい、戻ってから。すごいですね、結構そういうのってあるみたいですね。うん、僕も夢で、まあ、タロット占い師やってるので、うん、あのその夢の中でですね、その愚者っていうカードがあるんですよ、うん、あの愚かな人って書くですね、で、夢の中でそのカードというかその格好をした人がですね、うんうん、こうなんか僕にこうなんか挨拶をしてって、うんうん、何語か忘れたんですけど、うん、こうなんか去っていっちゃうんですね、うん、で僕は待ってほしいけど待ってって言ってもそれを聞かないでこう去っていって、うん、夢だったんですけど、それでパッて起きてちょっと気持ち悪くなっちゃってですね、なんだろうと思って、うん、そしたらカードを確認したらそのカードだけなかったんですよ。へ、うん、あの別のとこにちょっと落としちゃってたみたいで、うんうん、へ、なんか気持ち悪くなっちゃって。あ、本当ですね。うん、はいはい、そういうやっぱりですね、うん、そういうことってあるんだなって思いますね。うん、ああ、そうそうなんです。すうん、で、ちょっと待ってください。こういうですね。やりながら見る。そうなんです。やりながら。もう僕慣れちゃったんですけど、うん、あのせっかくですね、これどんどんこう進行していくのもありなんですけど、うん、インディアンジュエリー&レザークラフトにハマった時がありますよと、うん、都内に住んでた時ですけどということです、うん、ちょっと戻るとインディアンジュエリーっていうと、うんうん、インディアンっていうとあのアメリカのインディアン、そうです、そのお店はアメリカに買い付けに行く人がいて、はいはいはい、私たちはあのショップの店員さんなので、うん、買い付けまではまだ行かなかったんですけど、あのなんだっけ、何族、ホピ族、ホピ族、はい、と、はい、あのナバホ、ナバホ、なんか名前だけ知ってるんですけど、ナバホとあとなんかズニ、ズニ族、そういういわゆるインディアンの、そう、3個のやつを取り扱っていて、あ、そのなんとか族によって使う石っていうか、 なんか形だったりとか、うん、まあ、違うんですか、なんか違うんですよね。ホピは、はい、あの
シルバーを削ってあるんですよ、だから石は使ってなくて、はい、であのあ違う間違えた図にはい削ってあるから石を使ってなくて、ホッピー族が、はい、あの石をこうカットして、はい、こう使ってて、ナバホはそのまま、はい、もう石は石みたいな感じでこう結構ゴツゴツのついてるっていう感じ、いわゆるそういうなんか直しを入れずにそのまま使っちゃうっていう、なんかこう結構ごつい感じだったりとか、はいはい、なんかそういうのを、勉強したんですけどちょっと忘れちゃったんですけど、何かその石、まあ、いろんな石があるわけじゃないですか、うんうんうん、あの今じゃないけど結構パワーストーンとかっていうのもいろんな人が使ったりとかですね、うんうん、やっぱりそのインディアンジュエリーのそのいわゆる石の中にも、うんうんうん、こういう時にはこれとかなんか あるんですか、うん、あると思います、はい、あると思いますもうなんかその時はね分かんない時はね全然なんか分からなくて、はいはいはい、そうデザインとかで、うん、あのが好きだったんですよね、そのそう好きで、はいはい、好きだったんですよ、うん、あ今こうつけられてるのはそう今はインディアンジュエリーじゃないじゃないですよね、多分それは、うんはい、自分でこう選ん で、うん、で作ってもらうっていう感じで、あ、はい、パワーストーンみたいな、そうですそうです、あ、うん、そう、ちなみに何をつけてるかとかっていうのはあるんですか、なんかねいろいろ、うん、いろいろありますよね、いろいろ入ってるんですけど、それは水晶、これは水晶ですね、うんうん、でもあのやっぱ石はすごいなっていうのを、はいはい、すごい感じた時があって、それからもう石の力を信じるようになりました、はい、あ、うん、具体的にはどんなすごいことがあったんですか、なんだっけかな、なんか言える範囲でいいですよ、これあの世界配信なので言いたくないことは言いたくないんだけど、なんかあの衣装を作ってるお友達がはい、いたんですよ、でこの今買ってるのはまた別の人、うん、でそこで今収まってるんですけど、はいろいろ何人かに作ってもらって、はい、初めてそのパワーストーンを作ってもらった時に、はい、その石ができたよって言ってブレスをもらいに行ったんですよね、はい、そこの お店っていうかね、はい、で持った途端に、うん、あのねなんかもうねすごかったんですよ、なんかすごかった、はい、なんかすごくって、うんうん、でそうすごかった、口に出せない何か、なんかもうサムシング、うん、サムシングってダイヤモンド以下みたいだけど一昨日かなんかテレビに出てたの見たのに今ついサムシングとか言っちゃったり分かりますね、そうですね、そういうのありますね、うんうん、それがすごいすごい感じて、はいはい、で何個かこうブレスを作ってあるんですよね、うん、何個か持ってて、はいはい、で毎朝したいのが違うんですよ、やっぱり気分とか、はいはい、こう体調とかで、やっぱ全然こう違って、こうしてると気持ち悪くなっちゃったりするんですよ、なんかこう、あ、はいはいはい、まあいいやこれでみたいな感じでしても、はい、全然こう合わなくて、でも逆になんかこう、あこれしてみようかなとかっていうので選ぶと、はい、なんかもうスーッてクリアになってきたりとか、ありますね、うん、石はすごい、はい、石にはすごい、はい、僕も水晶は水晶っていうか水晶玉じゃないけど、うん、クラスターって言ってですね、うんうんうん、原石の、大きさ的に本当にこのぐらいのですね、うんうんうん、何に使ってるかってカードを毎日使わないときは上に乗せておいてですね、うんうん、水晶って基本的に浄化じゃないですか、いろんな方がカードを触るので、うん、それでこう置いてですね、うん、使わないときはそこで浄化をして、うん、それでこう使うっていうようなですね、うんうん、ことを実は、うん、あんまり言わないんですけどやってるんですけどね、だから石ってのはすごく、うんうん、分かります、うん、ね、うん、はい、はい、うん、でさっきのちかさんっていう方はですね、はい、なんかすごく、趣味で作ってます、うん、趣味で作ってます、すごい、ゴローズ行きます、ゴローズ革ひも、ゴローズ、うん、ゴローズってなんか場所、東京の原宿ですよね、原宿ですよね、うん、なんか東京にも2年間住んでたんですよ、ああそうなんですか、はい、18、19のくらいの時の専門学校の時に、うん、はい、はい、で私バイクに乗ってて、あそうですか、はい、そうバイクに乗って、はい、ハーレーに乗りたくて大型二輪を取ったんですよ、あそうですか、そう、はい、今ハーレーに 乗れてないんですけどね、うん、その時もなんかこうアメリカンバイクに乗ってて、はいはい、なんで革製品もすごい好きで、はいはい、ゴローズに、ゴローズっていういわゆるショップというか、そうです、があるんですね、革製品の
お店。お店ですごい並ぶんですよね。あの上がるまでに何人かしか入れないんですよ。店が狭くって。ああはいはいはい。そう、その人たちが出たら次並んで、そっちが何人か入るみたいな感じで。はいはい。もう財布もすごい高いんですけど。はい。好きで買いました。はいはい。うん。川とか石とかもあるっていうか、その石はね、ちょっとわかんない。このシルバー？インディアンジュエリーみたいなのあるんですか？うん、そう、なんかね、シルバーのアクセサリーみたいな感じ、はいはい、うん、なんかホピ族好きですとかって千賀さん言ってるけど、うん、なんかお詳しいね、すごい詳しい。なんか、なんか、うん、ファッションとかなんかそっちの方がすごくご専門っていう風な話を、うんうん、実は森一真さんっていう歌手の方からですね、聞いてたんですけども、あ、トールさんもゴローズのアクセサリー持ってたなって、男の人なんですけど、うんうん、ちょっとですね、この、まあ、犬のアイコンだけど結構ワイルドな感じのですね、へ、人なんですよ。いいですね、なんて言っちゃって後で何か言われるかないかまあでも、あの同い年なんですよ、この上田トールさんってですね。あ、アキラさんと、僕、まあ、すみません、僕と、へ、あの、まあ、いろんなところでネタに使ってるんですけど、うん、こう並ぶとですね、全然見えん、お互いがとても同い年に見えないへ感じのですね、うん、ここワイルド、へ、僕はどう見てもワイルドじゃないじゃないですか、どちらかというと、うんなんて言っていいか分かんないんですけど、ワイルドの格好ってあるじゃないですか、うん、今ワイルドって言うと、あの、ワイ、あのお笑いの方じゃなくて、うん、こうなんかこうワイルドな格好する人っているじゃないですか、少なくともそういう格好ではないじゃないですか、うんうんうん、そうですね、そうですよ。で、まあ、イメージとしてはそんな感じの、うん、方なんです、うん、まあ、また後でちょっと写真を、うんうん、あの Facebook とかですね、あの いろんなところで出てるので、あ、本当ですか、うん、アイコンは本人ですとかなんか言ってるけど、ま、上田徹さんですね、こうこれですね、こういうふうにアイコンは本人ですですね、こういうふうに、まあちょっと置いときましょうか見えなくて、あ、見えないですか、そう、すいません、はい、うん、はい、ちかさんがですね、私も18、19、20、20歳と専門学校と就職で5年間住んでいました、東京にですね、五郎さんですよねって、そう、五郎さん、五郎さん、五郎さん、はい、で、だから五郎ズ、ああ、そう、そうなんですか、五郎、うんうん、ズ、さっき何でした、五郎ズ、ま、何でしょ、五郎ズって言う、五郎ズって言うんですか、うん、ああ、はい、そう、あ、五郎さんのっていう意味なんです ね、今もあるのかな、うん、ありそうです ね、ちょっとわかんないんですけど、ね、うん、はいはい、そう、昨日東京行ってきたんですよ。あ、そうですか、はい、東京へは何を、何か、あの昨日は、はい、あの下やんっていう下鎌浩二さんって人のワンデーセミナーに行ってきたんですよ。下鎌浩二さん、はい、うん、何をやられてる方、手帳、はい、手帳、下やん手帳っていう手帳を作っている方で、はい、とにかくなんかもうゆるく生きようよみたいな、あ、今時珍しいですね、すごいな、頑張らないで、はいはい、ゆるく、楽しもうよみたいなのをこう、はいはい、発信している方で、はいはい、すごい好きなんですよね、で筆文字も、筆文字講座も入ってて、はい、10時から6時半までだったんですけど、はい、楽しかったです。筆文字っていうとなんかそういう文字を書く講座なんですよね。そうです、あの筆ペンも、うん、下屋の筆ペンがあって、はい、あるんですか、それでやるんですけど、はいはい、そう、楽しかったです。あ、で手帳も、手帳の書き方とかそんなのですか、使い方っていうか、普通はあのだいたい予定を、人との約束を書き込むじゃないですか、予定に、はいはい、でも下屋手帳っていうのは、うんうん、自分との約束っていうか、はい、こうなりたい、うん、こういう自分になりたいとか、うん、こういうふうに生きたいよねっていうのを、あの、じゃあ今日一日こういうことがあって、うん、自分を褒める欄とかっていうのを自分で作っていくんですよ、はい、ページを、はい、うん、だからなんかこう、こういうのを聞いたよとか、うん、こういうのふうに感じたみたいなのをこう書き込んでいって、はいはい、じゃあ自分はどういう風になりたいとかっていうのを自分でこう書き込んでいく、あ、はいはい、うん、っていう手帳なんですけどね、はい、素晴らしいですね、素晴らしかったです、うん、本当に。手帳は何でもいいんですか、どんなのでも、まあ、下やん手帳っていうのがあって、あ、下やん手帳ってあるんですか、あるんで、こんぐらい大きいんですよ、あ、そうなんですか、はい、まあ、高いし、はい、でかいし、
なんですよ。結構大きいですけど、そう、で、もっと、はい、もっと結構分厚いっていうかね、うん、ああ分厚くてなんですね、うん、そう、うん、はいはい、だけど、まあ、値段も2万ちょっとくらい、2万円ぐらい、結構いいお値段ですね、うん、手帳にしては。そうだけどやっぱみんなそれを使ってね、うん、あのな自分がなりたい生き、はい、生き方で生きる、はいはい、生きる、まあ、ツールみたいな感じ。大事ですね、手帳ね。これも1万ぐらいしたんです。あ、そうなんですか。あのか、これですね、あるかな、あのダヴィンチっていうですね、うん、もう表紙なくなっちゃった、いろんなこと書いてるから、あ、ありました、ダヴィンチっていうですね、システム手帳で、僕それこそ 5,6 年ぐらい前ですかね、あのダヴィンチっていうこの手帳と、あとフランクリンっていうですね、うん、手帳、どっちかを大体ビジネスマン持ってる時期があって、うん、僕これダヴィンチでですね、うん、それこそ自分の例えば夢だったりとか、何かやりたいこととかですね、そんなのも書く欄とか自分で作ったりとかですね、っていうですね、ちょっと勉強したことがあったので、ちょっと懐かしいなとか思ってます。でもその 下川さんのそのはちょっと画期、うん、僕の中ではですよ、うん、なんかちょっと画期的な、うん、ゆるくいこうっていうですね。そうなんですよね、はいはいはい、なんかまあ頑張ろうとかっていうセミナーとかも多いじゃないですか。多いですね。そう、でもなんか頑張る、頑張んなくていいっていう感じなんですよね、はいはい、うん、楽しむ、はいはい、うん、あ、そうですね、ね、うん、なんかその方が楽しいし、そうですね、うん、うん、そういうのにやっぱ共感する人がたくさんいて、はい、下屋ファミリーっていうのですごい全国ですごいたくさんいるんですよね、いいですね、なんか、ね、すごい素敵な方でした。ちょっと僕も盗んじゃおうかなって思っちゃいました。いやでもやっぱり楽しくやるってすごく大事なことでですね、うんうん、占いなんかもですね、うん、こう覚えなきゃみたいにですね、うん、やるとなかなかうまくいかなかったりとかですね、うんうん、ちょっと今教室だけじゃなくて、うん、今度プロ養成タロット占い師をこう作っていこうってですね、うん、もうだんだんこれから始めていくつもりで僕いるんですけど、うんうんうん、ちょっとそんなのにも今いろいろ盗んじゃったかなってですね。これ、あ、これちなみにこれ録画にも残って残るんですよ。あ、そうなんですね、はい、なので勉強させていただきます。まあ、そんなこと言ったら、ね、結構いろいろですね、タイムラインですね、うん、インディアン系の男性が好きでした、ここだけの話、栗田千佳さん、インディアン系の男性、インディアン系の、まあ、ちょっとワイルドっぽいような、ワイルドっぽい、うん、いいですね、あ、そうなんですね、ワイルドっぽい、いいですね。あ、そうなんですね。あと、うん、こちら加藤さんという方ですね、タナケンに押され気味な犬って、これちょっと説明するとですね、はい、うん、タナケン、あ、行くとこの加藤さんという方ですね、菊川の棚田ってあるじゃないですか、こう段々畑みたいな感じの棚田って、わかります？わかんないです。棚田なんて言ったらいいでしょうか、あのこうなんか坂とかそういう斜面のところに畑を、田んぼですね、うんうんうん、ね、をこう作って、ですね、それをこう、それを持ってる人が、オーナーさんがいて、うん、そのオーナーさんとその棚田のこう、なんていうんですか、メンテナンスっていうか、うん、そういうのとか、あと研究とかですね、僕あんまり詳しくないんですけども、うんうん、そういうのを研究会とかですごくこう重要なんですね、うん、仕事というかポストに就かれてる加藤さんという方がいるんですけど、その、静岡大学にですね、その棚田研究サークルっていうのがあって、うんうん、でその棚田の研究サークルのマスコットみたいなのに、犬のマスコットなんですよ、うん、で棚田の棚と犬で棚犬っていうですね、うんうんうん、結構可愛い感じのイラストでですね、でこの上田徹さんのこの犬、うん、がちょっと今ライバル視して、うん、棚犬なんか可愛くねえよとかですね、うん、この徹さんは言ってるというですね、ちょっとそういうエピソードが実はあって、ここに棚犬に押され気味なこの人気をですね、みんなに、僕も結構犬とかですね、このトールさんのことを言ってる、ツイッターとかでは言ってるんですけども、棚犬っていうちょっと可愛いイラストの犬が出てきたんですけど、へ、うん、ちょっとそこでこうなんか争いがこれから起きるのか。そうなんですか。いや、わかんないですけど。はい、それから、ガラス屋さんっていうですね、ガラス屋にって書いてあります、こちらの方です、ね、うんうんうん、子供っちも一緒に見てますよということでですね、静岡のガラス屋さんのガラスの
ですね、こう取り付けとかなんか、うん、いわゆるガラス屋さんなんですけども、うん、あのその方も見てくださってるというですね、うんうん、あの僕のコンサートにも、あそれこそこの間4月の22日、うん、いた子供と子供女の子2人連れてですね、あいらっしゃった方がこっちの趣味にいた、そう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 の方です。はい、ガラス屋さんというですね、方あですね、はい、なんとさんガラス屋さんお熱うございますということでこれ挨拶というですね、うん、加藤さんが、なんとさんって青木さんのことですね、うん、そしてガラス屋さんですね、うん、そして、なんとさんガラス屋さんお熱うございますってこう挨拶をですね、うん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 、この要するに加藤さんと、ガラス屋さんで、うんうん、この横のやり取りってですね、うん、あの僕らほったらかしでこうやっているというですね、そうそうそういうのがですね、一時期静岡スタイルとかですね読んでたんですけど、うん、あのまあそんな感じでですね、あと青木さんが何か書いてくれました、ね、下川手帳のホームページがあるみたい、ネットで買えるんですよね、あネットで買えるんですね、あうん、なんかちょっと興味が楽しみな面白そうな感じですけど、うんうん、ちょっと見て、見ようかなと思います、うん、じゃあいろんなところで勉強されてるんですねきっと、うん、なんかね勉強、はい、勉強っていうか、はい、今はそうやってなんかこうキラキラ輝いてる人に会うのがすごく楽しくて、うん、あはい、そう今年は出会いを楽しむ1年にしようって決めたんですよ、うんうん、はいはい、だから、まあ、お金もかかるし、うん、まあ、子供もいるのでなんかこう土日ね、うん、平日はお仕事だから動けなかったりするんだけど、はいはい、もうできる限りどうやったら動けるかみたいなのを考えて、はいはい、できる限り自分が会いたい人にとか、はい、セミナーとかに行って、はいはい、なんかとにかく吸収してしたいっていう感じで、はいはいはい、あじゃあ今年いろんな方に会って、うん、じゃあその今年以降、うん、何かもやられようとしていると、そうですね、うん、なんかあるんですかなんか何かあるっていうよりも、うんうん、なんかこうもっと本当に自分らしく生きたいっていうのが、はいはい、なんか自分のテーマなんですよね、そうなんですね、そうなんか別に嫌なことがあるとか、うん、不満があるってわけじゃなくって、はい、なんかやっぱりこう今まで、うんうん、今 30なんですけど、はい、その人がどう人にどう見られるとか、人からどう思われるとかっていう、うん、人からの評価かが全てで生きてきたんですよ、はいはい、でもなんかもうこれからは、うん、なんかもう自分がこうしたいよねとか、自分こうやって生きたいよねとかっていう生き方をしたいってすごい思ってるんですよね、うん、なるほど、それで、やっぱりいろんなこう吸収して、うん、なんですね、うん、ね、占い師とかどうですかそうでもなんか私はあのとりあえずイベントを主催したいんですよ、来年とかに。ああいいですね、うんうん、でやっぱり福祉の仕事もしているので、あの障害者 の,、はい、あのダンスの人ダンスチームがあるんですよね。あ、そうなんですか。そういう人たちのステージをやったりとか、はい、あと私がすごい大好きな人たち、あのチャリティーライブをやってる人たちをこう地方からでもこう呼びたいなと思って人をこうオファーして呼んで、はいはい、でまあ障害とか関係なく、うん、なんかこう同じ時間を楽しみたいっていうのを考えてるんですけどね、はい、なんかそういうの主催したことないんで、うんうん、あはいはい、あのもうそれでしたらですね、なかなか進まないんで、ね、あはいはい、お願いします今お願いしますってなんかお願いしますあまあ、うん、僕もイベントをやること自体は決してその、うん、あの後ろ向きではないのでですね、うん、と思うんですけど、うん、それこそですねここに来てる人たち結構イベント主催者、あ本当ですか、主催側にやってる人結構いっぱいいますよ。マジですか。うん、この上田徹さんなんかも、うんうん、さっきの犬汁、いやそうそう言い忘れてたけど犬汁っていうユーストリームの番組がですね、今こちら12人の方が同時に見てて、これ40っていうのがですね数字があるんですけど、今日は40人の方が、うんうんうん、これ見てあなんか用事があってとか見なくなっちゃったっていう、その全部見に来た人が累積で40っていうなんですけど、うん、犬汁っていう番組がですね音楽番組で、うんうん、すごい人気番組なので、うんうんうん、このユーストリームのページの音楽カテゴリーってあるんですけど、うんうん、そこのおすすめ番組っていう世界のおすすめ番組になっちゃったんですけど、その時にですね、この今11ってなってますけど犬汁っていう番組が400
ですよ、うんうん、400人が同時に見てるっていう、うんうん、で、総視聴者って言って累積で何人見に来たっていうのがその犬汁って2時間ぐらいの番組で4000、うんうん、へえ、うん、もう、うん、なんかどっかのもうテレビぐらいのこう影響力があるかもしれないというですね、うんまあ多分本人はまた、この徹さんは徹さんで、うんいろんな考え方を持ってるとは思うんですけども、うんうん、ただ静岡の番組でもうそこまで の, その視聴者を見に来る人番組っていうのもあんまりないっていうです、ねぐらいですね、まあタロット界はまあこんなもんなんですけどそうなんですねあの負け惜しみを言えばですね負け惜しみ言えばあのこれまだ昼間の時間帯なのであ、うん、あの主婦の方なんかお買い物出られてるかもしれないし、うん、お仕事をやってる方はですね、ちょっと仕事で見てる暇が、ないっていう方もいらっしゃると思うので、うんだからこの程度の数字なんだということにですね差しといてもらいたいなと思うんですけど、トールさんとかもそうですし、うんあと先ほどの加藤さんという方ですね、僕の高校の先輩なんですが、11月だったですかね、ストリートフェスティバルっていうですね、通称ストフェスっていうふうにいろんなミュージシャンの方が青葉公園とか街中に集まっていろんなイベントをやるんですけども、その実行委員の結構偉い感じ、偉い方にいる方あですよ。ちょっとあれですね、うん、ちょっとまたお会いしたいですね、うん、加藤さんお会いしたいですって。徹さん会ってみたいですかちょっとがっかりするかもしれないけど全然なんかあの本当なんかいろいろ情報をちょっとね情報を私も教えてもらいたいので、はいうん、あのだそうです。あの松田さんがそういうふうに言ってますので、お願いします。まあ、もちろん千佳さんも多分森一真さんと多分つながりが、あると思うのでですね、とかですね、さっきのインディアンジュエリーも興味ありましたって方とかですね、うんうん、あとガラス屋さんもいろんなイベントで出たりとかですね、うんうん、あのしてるのでですね、うん今日なんかそういうイベントをやってる方とかいろいろ出てきましたね。はい、ちょっとタイムラインちょっと追ってみましょうか。ちょっとしばらく放っとくといっぱいあるんでですね書き込みがいっぱい来ちゃっているんですが、どっから行こうかな。あ、そうでもないか。お熱ございます。うん。そうです。ニョッキさん家にいましたって、さっきのガラス屋さんですね。うん。下の子はリッキーさんと同じ誕生日なのということですね。はい、タロットのことが初めて視聴するのに聞きたかったのですが、残念です。お客様来たので失礼します。あ、はい、すいませんでした。前田さんですね。前田雅子さん。はい。そうなんですよ。タロットカフェ、ということでですね、なんですけども、ちょっと1枚引いてみますか。はい、今後の唐突ではあるけど、はい、ですね。お願いします。うん。ワンカードっていうですね、占いが。そうですね。僕の占い教室も、一回受けてくださったことがありますもんね。はい、うん。うん。はい。じゃあですね。一応はちょっと時間とかの関係で、はい、カード1枚こうやって振ってやるときですね、はい、うん、なんかありますか。それとも運勢普通に、うん、運勢でいきますか。はい、これからのですね、はい、じゃあちょっと切っていただいたりとかこうシャッフルしてもいいので、うんうん、どうぞカードを。はい、すみません、タロットのことですね、まあ、ちょっとトーク番組の関係で、完全にタロット占いのことを全部やるわけではないんですが、またですね、ちょっと YouTube とかでですね、そういうところにも僕で出してますので、ぜひですね、ご覧いただけたらなと思います。あ、引いちゃったあ、いや、いいです、いいです、全然問題ないですよもう一回やりますか。もうやんない方がいいと思いますはい、いやでもあの悪くないと思います。あの本当ですか。あの松田さんらしさのこれは一つかなと。本当ですか。これ何ですか。あの結構今大事ですよ。大事ですよっていうか、うんうん、あの今の時期ですね、うん、こう今こうやって引いてくださったじゃないですか、うんうん、はい、あの意外とですね、まあ、今、うん、カードだったですけども、うんうん、意外とこういうことができる別のとこに置き換えてですね、うんうん、あのやれる方ってそんないないんですよ。要はあのこう自由にやっていいよって何でもいいんですけど、うん、すると困っちゃうってですね、うんうん、例えば僕大学で教えた時期もあったので、はい、学生さんとかにですね、うん、こうスペイン語とか教えてて自由になんか作文していいよっていうとですね、もう全然ペンが動かないっていうんです、うんうん、
で、もちろんなんかこちらに問題を与えてやったりとか、与えたりとかですね、うん、何かこう提起したり提示したりとかするとやってくれるんですけども、うんうん、何でもいいからちょっと自由に文章書いてみてって言うと困っちゃうんですよ、うん、私は何々ですっていうことをやればいい、 それだけでも書けるはずなのにそれもできないっていうですね、うんうんうん、っていう方が結構ですね、うん、やっぱりいらっしゃるっていうですね、そこをもう一気にこうもう聞いてくださったこうやっちゃったみたいな、うん、はい、いいと思います。いやいやいや、大事です。そのバイタリティというかその勢いというかですね、す非常に大事であるとともにですね、あと、うん、やっぱりそれらしいカードが出ましたね。本当ですか、うん、こういう、まあ、これを偶然と判断するのかですね、うん、これを必然と判断するのかというところでもですね、うん、また違うと思うんですよ、うん、まあ、どうせなら必然と判断して僕はいいんじゃないかなと、はい、思います、うん、あ、ちょうど2日目がここに来たってことですね。切り替わるかな、切り替えてください。今切り替えてくださいって遠回しに言っちゃったんですけど。はい、うまく映るかな、はい、ちょっとですね、見にくいかもしれないけど、ですね、これ、2頭の馬みたいのが多分皆さん見えると思うんですよ。で、その上に乗っている男の人、まあ、男と判断するかどうかはまた別なんですが、こういうカードが出てきました、シャリオットというカードですね、戦車のカードと言います。で、カードの位置もですね、そのまんまです、この通りにですね、出てきました。これ逆さまに出るのとそうじゃないのとはですね、また違う意味になるんですが、はい、いいかな、はい、これ戦車のカードと言います、はい、覚えてます、何覚えてますなんて、いやいや、うん、タロット占い教室でちょっと出てきたからどうかなって思ったんですけど、覚えてないです、ね、あ、いや全然いいです。、はい、うん、戦車のカードっていうのはですね、うん、戦う車という意味なので、うんうん、まさにこう勢い、うん、まあ、十分ありますよね、うん、これ何も言わずに引いちゃってるぐらいだから。勢いは多分あると、はい、もちろんこのカード自体は勢いがあるというカードです、うんうん、とともに、これ勝利勝ちとかですね、うん、あとは何かやっぱり運としては非常に強いですね、うん、というふうな意味合いが、うんうん、ありますので、うん、ぜひですね、うん、この勢いのまんまで突っ走っていただいて、うん、全然いいと思います。本当ですか、はい、嬉しいな、うん、で、あともう一個、まあ、唯一ですね、まあ、強いて警告という意味で言えば、はい、この戦車のカード、この車輪がついててですね、はい、うん、これこの車輪っていうのはですね、この戦車っていう構造上ですね、後ろに下がることもできなければ、うん、ギアがついてるわけでもないので、昔の車ですので、うんうん、で急に右左曲がりたくても、うん、曲がれない、前にしか進めないというですね、うん、そういうのを表すカード、うん、ですので、まあ、ぜひ視野を広くですね、うんうん、一つの子にこういうふうにならないように気をつけましょうというですね、そういうカードなんですよ。私なんかね、はい、占いがすごい好きで、いろんなところにいろんな、はい、物見の人行ったりとかしてるんですよ、はいはい、してたんですよ、ちょっと前まで、はいはい、みんな言うのが、はい、こうなっちゃうから、あ、はい、かーってなっちゃうじゃないですか、なっちゃうんじゃない、はいはい、なっちゃうんですね。何でもこうじゃないですか、行きたい、行く、あ、そうですね、そう、はい、でそれをちょっとね、はい、うん、ちょっと引くことを覚えなさいっていうのは、うん、はいはい、みんなに言われてます。いいことだと思います、ね、うん、良すぎるっていうのもなかなか難しいというかですね、うんうん、必ずこう人間って完璧じゃないじゃないですか、うんうん、だから何かしらのこう警告みたいなですね、うん、のがカードに入ってた方がですね、うん、いいと思うので、うん、多分このカード出たっていうのはすごくいいことだと、うんうん、思いますので、うん、ですね、うん、素晴らしいと思います、うん、戦車のカードということでですね、うん、はい、まあ、こういうふうにですね、1枚でこう占うということがですね、もできるし、うん、まあ、カード複数使ってとかですね、うんうん、いうこともあるので、またよかったら、はい、占いに来てくださったりとか、うん、プロに全然なれると思いますので、なれると思いますよ。本当ですか、うん、うん、これ最近いろんな人と僕は話するんですけども、うん、よくですね、どうやったらこう占い師になれますかとかですね、うん、やっぱり聞かれるんですよ、うん、まあ、少なくとも興味があると思うんですけども、うん、まあ、みんなこうやっぱり心配するのは技術的なことですね、うん、カードをやっぱりこれだけカードが
ありますので、うんうん、覚えきれるかどうかが心配って、言うんですけども、うんうん、結構こういうの二の次だったりとかですね、うん、覚えられるかどうかってですね、だったりするんですね、うんうん、まず一番最初の段階で大事なとこなんですけども、うん、やるという決めるとかですね、うん、やりますっていうふうにですね、こう思いっきり言っちゃうとかですね、うんうん、もうそれができればですね、うん、大体7割8割は占い師になれたようなもんだと僕は思うんですけど、うんうん、なかなかそこまでそこにこう決めることがですね、うん、難しい、うん、やっぱりみんな考えちゃうんですね。そうですよね、うん、まあ、当然僕も今占い師やってて、うん、考えないかっていうと全くないそんなことはないんですけども、うんうん、やっぱりそのみんなこう危険な リスクの方ですね、うん、当然占い師っていうといろんなあるじゃないですか、うん、いいところ、うん、いいこと悪いこと、うん、特に報道とかそんなにも左右されやすいような面もありますので、うん、この間ちょっと占い師ってですね出たじゃないですか、ワイドショーとかそういうとこで、うん、まあ、そんなのでもちょっとそういうイメージ持たれる方がいたりとか、うんうん、あとはちょっとなんか怪しいとかですね、うん、そう、なんかそういうの言われるんじゃないかっていうちょっと、うん、そういうところでなかなかこう決められないっていうですね、うん、人が多いんですけど、うんうん、こうやりますっていうとですね、うん、まあ、それがそういう、まあ、心の問題ですよね、うんうん、それがこうクリアできれば、うん、大体8割方占い師になれたようなもんだなって僕は勝手に決めてるんですけど、うんうん、なのでですね、占いのみならずなんかいろんなですねところでこう、うん、だからそういう意味では増田さんいろいろいいかもしれない、ね、本当ですか。まずこう、や考える前に走っちゃうって言ったらそうそう、いいと思います。本当ですか、うん、はい、のでです、はい、またよかったら、はい、ありがとうございます。もう1時間経ったんですよ。もう早いですね。そうなんですよ、今無理やりタロットに持ってきましたけどこれですね、気づかないとですねタロットカフェなのにタロットのこと何もやらずにですね、まあ、僕としては結構その今日心の話とかなんかいろいろしましたので、うんうん、こういうタロットも結構そういう心とか、うん、そういう密接に関わってるので、うんうん、僕的にはタロットカフェ結構関連づけてるつもりではいるんですけど、うん、やっぱカード出さないとですね、うん、タロットカフェにならなくなっちゃうだったんですけど、最後にね、はい、うん、はい、あとなんかどうですか、宣伝とかなんかもしありましたら。宣伝はない。ないですか。はい。よかったらまたなんかゲストとか出てきていただけたら、はい、ね、お願いします。と思いますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、まあ、ちょうど1時間経ちましたので、ですね、もうすぐ番組ですね、締めにさせていただきたいなと思うんですが、一応告知させてください。タロットじゃないんですけども、コンサートですね、もう来週になりました。7月の21日。土曜日なんですが、17時30分ぐらいからになると思うんですが、キャット&ボアというですね、あそこはペガサートというですね静岡に今あるんですけども、そこの地下1階のところにですね、レストランがありまして、そこでですね、コンサートをやらせていただきます。7月の21日、土曜日ですね、2500円で、またワンドリンク、それからお料理で、とかですね、を出していただきまして、それでコンサートをですね、大体1時間ぐらいでしょうか、やりますので、またよかったらですね、またイベント告知のところにも僕出しておきますので、ぜひですね、来ていただけたらなというふうに思いますのでよろしくお願いします。ちかさんありがとうございます。楽しかったですということで、ありがとうございます。はい、まあ、なんかまだ僕ちかさんに会ったことないんですけど、あ、そうなんですか。実は知って実はマジですか。フェイスブックとかで顔は、拝見は実はしてるんですけども、じゃあ私もちょっとつながらせてもらおうかな。ああ、もうよかったらぜひ、ね、まあ、お願いします。はい、お願いしますって言っといた方がいいです。お願いします。はい、そうなんですよ、森一真さんという歌手の方がタロットカフェのゲストに来てくださった時ですね、視聴者プレゼントっていうのでサインですね、森一真さんのサインをですね、ちかさんにあげたの、当選したんですけど、まだお渡しできてないんですよ。そうなんですよ、ちょっと別のお友達の方を介してですね、お渡しするつもりだったんですけど、まだちかさんすいません、近々多分その方に会えるかもしれないけどですね、サインまだうちにあるんですよ。ちかさんだから近々って
あ、チカさんだから近々。今プロデューサーが言ったんですけど。ということでですね、まあ、タロットカフェはここまでということで、今日6時半からですか、青木さん。うん。6時30分からですね、あれ、太田隆一さんの番組で、よかったのかな。太田隆一さんですね、ほぐし歌う整体師とかですね、ギター弾き語りの方がいるんですけども、そのですね、はい、あ、すみません、つながりましょうってですね、千賀さんが言ったので、松田さんに対して。私ですか？多分そうだと思います。もう僕つながってるので、Facebook で。ありがとうございます。はい、松田あゆ子さんですね。はい、はい、ぜひ探していただけたらと思います。6時30分からですね、まあ、この、多分皆さんご覧の方はですね、ハバキットという、ID というかですね、そちらのところに来てくださってると思うんですが、タロットカフェのあとですね、6時30分から、今は5時30分ですので、1時間後ですね、太田隆一さんという方の番組なんですが、ブルースだよ、人生はというですね、番組に、今日ゲストですね、森一馬さん、うん、ですね、タロットカフェにも、この間、実は遊びに来てくださったんですが、森一馬さんと、田中俊夫さんもですか、青木さん。うん、あともう一人ですね、シンガーソングライター、今日2人来るんですね、田中俊夫さんというですね、ギター弾き語りのやっぱり、ミュージシャンの方がですね、来ると思いますので、ぜひですね、またご覧いただけたらなというふうに思います。ということでですね、今日総勢50名の方がこちらに来てくださって、今11人の方がまだ見てるという状況なんですが、お名残惜しいところではあるんですが、タロットカフェですね、ここまでということで、また、来週ですね、23日ですね、タロットカフェまた、放送したいと思いますので、ぜひですね、ご覧いただけたらと思います。ではまた来週ということで、今回のゲストの方、増田愛子さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。相手は私、アキラ占い師、タロット占い師のアキラでした。ということで、また来週ですね、ご覧ください。よろしくお願いします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。こんな感じ。面白い、面白いんですけどな。Печальное лицо и проклинай меня за все, что между нами развалилось. Но я знаю, будет крутиться колесо, даже когда все кончится. Я же моя. Свою улыбчивость преувеличивать, такой вот деловой рефлекс. А лица пьяные и джинсы драные отправятся домой в Ижевск. Мне страшно и смешно, я нервничаю, но зачем об этом говорить? Глотай свою слюну, сверли мою броню, мне нравится тебя бесить. А у меня внутри уже совсем другие миры, уже совсем другие миры, уже совсем другие миры. Давай, делай печальное лицо и проклинай меня за все, что между нами развалилось. Но я знаю, будет крутиться колесо, даже когда все кончится. Я же моя. Давай, думай все, что угодно про меня. Словом свободным рань меня, выбери самое больное. Но я давно крайне недосягаема. Я разберусь с собой сама. Я же
уже моя, 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 моя. Прости мне эти дни бессмысленной войны с желанием уйти совсем. И мне все равно куда, какие города подальше бы от этих людей.